こんにちは。人間とチンパンジーは遺伝子の塊である染色体の本数が2本しか違わず、さらに遺伝子の 90% 以上が一致しているため、チンパンジーは人間に最も近い動物とされています。ですが、そんなチンパンジーでも人間ほど器用に理性をコントロールすることはできません。例えば、一度身に危険が及んでいると思い込むと、チンパンジーには強い防衛本能が働き、周囲の生き物を殺してでも自分の身の安全を図ろうとします。たとえそれが友人や家族であっても。ということで、こんにちは。今回はかつて人間のように育てられ、人間と共に生きてきたにもかかわらず人間を惨殺してしまったチンパンジーのトラビスについて解説していきたいと思います。では行く。トラビス。1995年10月21日、アメリカ・ミズーリ州のとある町で一匹のチンパンジーが生まれました。そのチンパンジーの名前はトラビスといい、動物保護施設にいたココというオスのチンパンジーとスージーというメスのチンパンジーの間に生まれました。そしてトラビスは誕生後すぐにスタンフォードに住む実業家のハロルド家に500万円で引き取られました。どうやらハロルド家の妻サンドラは愛していた娘のスーザンが結婚によって家を出てしまい、さらにその後両親が病死したことで寂しさを募らせていたらしく、その心の穴を埋めるためにチンパンジーを飼いたいと思っていたようです。そしてサンドラはトラビスを引き取ってすぐにトラビスと快適に暮らせるよう家を改築し、トラビスに服を着せたり、一緒に食事をとったり、風呂に入ったりと、トラビスを人間の家族のように育てていました。しかもトラビスは食事の際器用にスプーンを使って食べていたらしく、まるで人間の子供のようだったそうです。他にもアイスクリーム屋を見かけると、ハロルド夫妻の服を引っ張ってねだったり、喉が渇くと自分で冷蔵庫を開けて飲み物を注いだりと、人間のような行動が多く見られました。そんなトラビスは街で写真の撮影を求められるほど有名になっていて、トラビスも住民たちのことを仲間だと感じ、車から通行人に手を振ったりしていました。またサンドラには後に被害者となるチャーラ・ナッシュという女性の友人がおり、チャーラはよくサンドラの家を訪れていました。そしてチャーラはトラビスと非常に仲が良く、トラビスはチャーラの髪をいじったり、チャーラの体をよじ登ったりして遊んでいて、このようにサンドラはトラビスと遊んでくれる周囲の人物にも恵まれ、幸せな日々を送っていました。ところがある日、サンドラが悲劇に襲われました。サンドラがトラビスを引き取ってしばらくしてから、サンドラの娘のスーザンが夫と離婚して、サンドラの家に息子のタイラーを連れて戻ってきたのです。とはいえ、サンドラはスーザンが結婚して家を出たことで寂しさを感じていたため、むしろ実家に帰ってきてくれたことを心よく思っていました。それにタイラーもトラビスと仲良く遊び、これまで以上にハロルド家は賑やかになっていました。また、この時期になるとトラビスはかなり成長していて、プールで泳いだりキャッチボールをしたりと、さらに器用なことができるようになっていました。ところがスーザンは実家に戻ってきて間もなく再婚してしまい、またしても実家を離れ、サンドラは再び寂しさに苛まれてしまったのです。そしてサンドラはスーザンの新しい夫を自分から娘を奪った人と考え、スーザンの夫を毛嫌いしていました。それだけならまだ良かったのですが、2000年9月のとある夜、スーザンは子供と一緒に車で出かけていた時に高速道路の車道から飛び出してしまい、木に衝突してしまうという悲惨な事故を起こしてしまいました。しかも子供はチャイルドシートに座っていたため、なんとか無事だったものの、運転席に乗っていたスーザンは事故の衝撃によってフロントガラスが割れると同時に車から放り出されてしまい、そのまま亡くなってしまいました。そしてこのことを知ったサンドラは、スーザンが実家を出なければ死ななかったかもしれないと思い、理不尽にもスーザンの夫を恨み始めたのです。そのためサンドラはスーザンの夫や息子と疎遠になっていき、さらにこれまで頻繁に会っていた知人とも距離を置くようになってしまいました。そして悲しみに暮れる憂鬱な日々に耐えられなくなり、サンドラは自決を試みようともしました。ですがトラビスの存在がサンドラの心の支えになり、サンドラはなんとか踏みとどまり、今自分に残された家族をより大切にしながら生きていこうと決心しました。垣間見える野生の本能。
それからまたハロルド夫妻は以前のように仲良く幸せな生活を送るようになり、この頃になるとトラビスが人間でいう思春期を終え急成長していきました。そしてトラビスはあっという間に大人になり、ある日ジェロームが晩酌を楽しんでいるとこれまで飲んだことがなかった酒に興味を持ち始めました。またこの頃になるとこれまで以上に自我が強くなり、喜怒哀楽の感情を強く表現するようにもなりました。例えば2003年のある日、トラビスがハロルド夫妻の車に乗っていた時、歩道を歩いていた少年がいたずらでトラビスめがけて空のガラス瓶を投げてきたのですが、この時トラビスは怒り狂って車外に飛び出し、鬱憤を晴らすために車が行き来する道路で横になったり、よその車によじ登ったりしていたずらをし始めました。この時当然道路を走っていた車は通行を妨げられ、警察が出動する事態にまで発展しました。しかもトラビスは警察が来るとすぐに逃げ出し、警察がトラビスを捕獲するまで2時間以上かかり、多くの人に多大な迷惑をかけることとなってしまいました。ですがトラビスは警察に捕らえられると暴走をやめ、いつものように穏やかな性格に戻りました。とはいえ今後も同じようなことがあってはいけないため、これ以降サンドラはトラビスを外に連れて行かないことにしました。解放された本能。その後しばらくトラビスが問題を起こすようなことはなかったのですが、2005年4月12日夫のジェロームが胃がんでこの世を去ってしまい、サンドラは娘だけでなく夫も亡くしたショックで精神を病んでしまい、引きこもり生活を送るようになりました。ちなみにその間サンドラの友人のチャーラは家を亡くしていたらしく、サンドラはチャーラに自分が所有していたアパートの一部屋を無料で貸し、チャーラはサンドラの代わりに家事などをするというギブアンドテイクの関係を結んでいました。またこの頃になると何年間も外出せずに引きこもっていたトラビスは身長152cm、体重 112kg とかなりの肥満体型になっていました。そんなある日、サンドラが家でトラビスと過ごしていると、何年間も外出を禁止されていたトラビスが引きこもり生活に耐えられなくなったのか、ある事件を起こしてしまいます。というのも、トラビスの部屋には鍵がかけられていたのですが、この時トラビスはサンドラの隙を見て部屋の鍵を奪ってそのまま脱走してしまったのです。しかもトラビスはサンドラが何度呼びかけても家の中に戻ろうとせず、この時すでに70歳になっていたサンドラには力ずくでトラビスを捕まえることもできませんでした。どうやらこの日トラビスはいつもと違って元気がなかったらしく、不安になったサンドラはトラビスに大量の精神安定剤を与えてしまっていたようで、それが原因でトラビスが異常行動をとったようです。そして困り果てたサンドラは唯一頼れるチャーラに助けを求め、チャーラはすぐに駆けつけてくれました。ところがこの日チャーラはヘアスタイルを変えており、トラビスはチャーラのことを認識できませんでした。さらにトラビスは薬の影響で我を忘れていたため、チャーラを敵と認識し、なんとチャーラに飛びかかって殴り、さらにパニックになったチャーラの顔面を掴んで車のボディに叩きつけたのです。そして血まみれになったチャーラを見たサンドラはこのままではチャーラが死んでしまうと思い、近くにあったスコップでトラビスを殴ったのですが、それでもトラビスを止めることはできず、それどころか余計に凶暴化してしまいました。そこでサンドラは家から包丁を持ち出し、トラビスのことを何度も刺したのですが、それでもトラビスが止まることはありませんでした。それどころかより一層トラビスは興奮してしまい、今度はチャーラの顔面の皮膚を引きちぎったのです。そして自分ではどうすることもできないと悟ったサンドラは警察に通報し、この時警察に銃を持ってくるよう要求しました。それからすぐに警察が駆けつけたのですが、その時にはすでにチャーラが意識を失っており、警察はすぐにトラビスを捕らえようとしました。ところがこの日のトラビスは警察でも捕まえることはできず、それどころかパトカーを破壊して中にいた警察を襲おうとしました。そして警察は銃を何発も放ってトラビスを殺そうとしたのですが、それでもトラビスは動き回り、今度は家の中に逃げ込みました。ですが銃弾の当たりどころが悪かったのか、トラビスは血を多く流しすぎており、徐々に動きが鈍くなっていきました。それからトラビスは自分の死を直感したのか、最後はゆっくりと自分のベッドに向かい、そこで体を真っ赤に染めたまま息を引き取りました。事件後、こうしてサンドラは娘、夫に続き唯一の家族であるトラビスまで失ってしまい、さらに皮肉にもハロルド家に幸福をもたらしたトラビスによってチャーラとの友情も壊れてしまい、とうとう一人ぼっちになってしまいました。そして今回の事件で被害を受けたチャーラは命は助かったものの、両目と両腕を失ってしまい、さらに鼻や顎をトラビスに食いちぎられてしまいました。そのため事件後すぐに手術が行われたのですが、顔面の骨がことごとく折られていたりと
かつて医師が見たことないほど重症だったため、手術は1年以上かかりました。それから、チャーラの家族は手術にかかった高額な医療費を賄うために、サンドラに約50億円の賠償金を求めて訴訟を起こし、最終的にサンドラが3億円の賠償金を支払うという形で決着がつき、そのすぐ後にサンドラは病死しています。事件当時、サンドラが住んでいた地域では、チンパンジーの飼育に関する規制はなかったのですが、この事件を教訓として、現在はチンパンジーの飼育に対して強い規制が敷かれています。もちろん日本でもこういった獣害を防止するための条例は多くありますが、ここ数年でヘビや猿といったペットが脱走して大騒ぎになるという事件も何件か起こっています。チャーラのような被害者を今後出さないためにも、動物を飼育する際は、しっかりと法律やルールを守るようにしましょう。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て獣害恐るべしと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にも色々やってるので概要欄のチェックもよろしくです。終わり。